今日は花屋さんで育乳の撮影です。こっちに行くと、向こうはこういう感じで、はい、そう、花に優しく微笑みかけ、そして花を切れる、そして OK です、ありがとう、取れた、いいのが取れた。そう、これでもかというほどに花を愛でる、花をちょっと個性に目くばせを、そう、私に気づいて、私に、はい、ありがとうもう一回、ちょっとナチュラルに、そのまま、はい、どうぞ。何を思いついたんですか、ちょっと何を思いついたんですかちょっと天を仰いで、天を仰ぐ、俺もあんな風に人を笑顔にできるんじゃないかって、俺思ったんです、こんなピエロになりたいって。だからいつも羽にいやそうやろうとは思いましたけど、こんなピエロになりたいって、だから毎日こんなピエロになりたいって、こんなピエロになりたいって、だからいつも羽に来るいや俺も人を笑顔にできるんじゃないかって、彼女をあんな笑顔にできるんじゃないかって。やりすぎだよ、絶対やりすぎだよ、今。これですね、ここで止めれます。はい、え、なんでだなんで急にいじってないのなんですよ、刑事さん、今、隠れて左からコンテンツの違う男女、360度カメラ&バイノーラル撮影を使った結婚する予定とか、そんな様子ありました。練習を、容疑者の彼になんかプロポーズするために指輪まで買って隠してた。そんな男の都合の指輪です。実際指輪なんかなかったでしょ。バイノーラルのマイクが出てきたって、その辺で、うん、あんまり分かんない、ね、はい、では回りました。はい、ちょっと出かけるって勝手だな、俺はどうなるわけ。エミごめん遅くなった。あれ寝てる、死んでる、ちょっと寝てるバカバカしいだろ、ちょっと待ってそうだって、そうだって、なんかドロドロに混ざってきた。あれ寝てる、もうやめろよ、ストレスで睡眠、ごめんなさい早くしろよ、ね、仕事だよバカバカしいだろ、エミ死んでる、納得の演技これ多分月曜日撮り直すんやろな会社のオフィスにプロジェクターが来たわけですが、本格的なクリエイター感が出てきたよね。じゃあ山本さん、それを押さえててください。右足をね、もうちょい左ください。あ、それぐらいか。すごい。いい感じやん。マネキンっぽい。おお。やべえ、これで疑似セックスできるな。どういうこと、山ちゃんと会社見学ということで、就活中の学生さんが1時で言ってましたね全然時間なくて、テレ東の面接出すときに締め切り1時間ぐらい前にここで気づいて、まあ、一番誰が一緒になる、誰のファンですかっていうか、まあまあそういうようなことを聞いたら、まさかのナスだっていう答えだったので
ね、それだから彼には一緒に する気ないです盛り上がって、うん、あれは本当にダメなんだっていうか意識は本当に意識とか系で盛り上がってるのこれそうでも劇団やって役者もやってるすごい東京出てきた時になんかもしよかったらでなんか出てくれたらほんまですか、うん、出ますよ育乳のイケメン役がもうね誰もないっていうところにこんなに出して男性に固まるっていうなんかやっぱ